約束宣言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 グラハム・マリナです。犬のトレーナーになりたいです。犬のトレーナー、うん。約束宣言、私は毎日図鑑2ページを読みます。頑張れそうですか？はい。はい、こんにちは。こんにちは、マリナちゃん、お久しぶりです。私お久しぶりです。何ページぐらい読んだか教えてくれる？あ、ここまで243、243ページ、うん、うわ、たくさん読んだね。ゴールデンフィーバーは足のは好きも、私とゴールデンフィーバーを走りたいです。それは何かな？あ、これはチワワトイグループで、あの、これゴールデンレトリーバーはスポーティンググループで人に助けるのことで、チワワはなんかあのプレイフォー な犬、ね、っていうのをじゃあ調べてくれたんだ、うん、そしたらね、クイズを出すから一生懸命答えて、うん、全問正解を狙ってください。はい、 いい？クイズ1、初めて犬に会うときにどのように接すればいいですか？1、犬の正面でそーっと手を出す。2、かわいいって上からギュッと抱きしめる。3、大きな声でこんにちはとか挨拶。あの、1番。正解です。2番目、犬が食べてはいけない食べ物っていうのがあります。それは何でしょう？1、お米。2、チョコレート。3、パン。2番。正解。2番、チョコは食べちゃダメだね、うん、3番、犬も汗をかきますか？1、かく。2、かかない。かく。正解です。4番目、犬も虫歯になる。1、なる。2、ならない。なる。正解。よく犬ってあの口を開けてるでしょ、うん、それはどうして口を開けてるんですか？1がノーリーズね。2が顎が弱くて開いちゃう。3が体温を調整するため。3番。はい、正解です。あと1個で全問正解だから頑張ってください。犬にはプードルっていうのとトイプードルっていう2種類があるんだけど、それは何が違いますか？1、尻尾が違う。2、大きさが違う。3、毛並みが違う。どれだと思う？2番。全問正解です。おめでとうございます。これから忘れてた、頑張ってドッグトレーナーになりたいです。はい、頑張ってください。はい、ありがとうね。どうもありがとうございました。はい、じゃあね。はい、ありがとう。